はい、お疲れ様です。リャガッキブルーでございます。今週も遊戯王カードの購入品紹介やっていこうと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、今週こんな感じです。じゃあ片っ端から片っ端までやっていこうと思います。はい、じゃあまずこちらが某フリマサイトで購入したデュエリストカードプロテクター、スリーブですね。表遊戯と闇遊戯の55枚入りセット。これがね、いくらだったかな ?300 円ぐらいでなんか購入することができました。めちゃくちゃ安く買いましたね。意外と実は遊戯が使ってるカードでね、デッキを組んでるのがあるんで、ガジェットだったりとかクリボーだったりとか、まあ、バスターブレーダーもそうですけど、手元に結構あるので、それのうちのどれかをね、これに入れようかなと思って購入しました。もうね、サプライは何本あっても便利に使えますからね、お得に買えるのがあったら引き続き購入していこうと思います。はい、続いてこちら、一番近所のね、最寄りのカードショップワンダーグーの中に入っている岩流さんがね、リニューアルされたので、ストレージを漁りに行ってみたら、ストレージになんと2機ウルトラレア大神官デザートが混入してましたね。ファラオニックガーディアン収録の大神官デザートウルトラレア2機のカードでございます。それなりに状態はね、もうそれなりにっていう感じではありますけれども、まさかここに来て最寄りのストレージから2機のウルトラレアが出土するとは思っていなかったので、非常にテンションが上がってしまいました。で、もう1枚が、ロンギヌスですね。ロンギヌスストレージに入ってるのちょっと珍しくないですか？そんなことないですか？こういうね、まあまあ有能な手札誘発がストレージから出土するっていうと、ちょっとね、テンション上がってしまうので購入してしまいましたけれども、実際に使うかどうかはわからないです。はい、じゃあ続いてこちら行きますか。バスターブレーダーウルトラレア高橋和樹書き下ろしイラスト版、向いていきましょうか。これはね、もうおなじみの荒川沖のブックオフさんの高額ストレージコーナーで発掘されました、バスターブレイダーウルトラレア100円でございます。選別してきたのはこの1枚ですけれども、その他にも 4,5 枚ぐらいこのバスターブレイダー入ってましたね。100円引きクーポンで購入しているので10円でございます。またクーポンの使い道がなかったら1枚10円で救出しに行こうと思っております。かっこいいね、バスターブレイダー。じゃあ続いてこっち行きましょうか。ドラゴンスター書いてありますね。秋葉原駅から一番近いカードショップかな、そんなでもないかなっていうところですけれども、こちらですね、先月の新欄に入っております合体マシンゲートガーディアンですね。ゲートガーディアンの相場がね、結構よく分かってないんだけれども、いろんなカードショップを見てみると、まあ、200円とか300円ぐらいとかで単体で売ってるところが多いのかなという気がする中、ドラゴンスターさんは90円で販売されてましたので1枚購入してきました。3枚いるのかっつうとね、まだよく分かんないんで、とりあえずこの3体合体は1枚構築でいいんじゃねえのと思ったんで、1枚だけ購入してある感じでございます。これからゲートガーディン組みますからね、それに応じてドラゴンスターでまた買ってくればいいんじゃないかなという感じでございます。何のかんの言ってやっぱりね、3体合体かっこいいですね。はい、じゃあ続いてこちら行きましょうか。春うらら、イオンモール土浦の古市さんでの購入品でございます。これね、780円の赤マークがついているので、30% の値段で購入できています。いくらだっけ？計算しないと、電卓叩かないとわかんないけど、230いくらとかそんなもんじゃなかったかな。赤いシールが貼ってあるっていうことは、そんなに状態良くないですよっていうことなんですけれども、全然ね、全然目立った傷とかないですよ。っていうかもうプレイ用だからね、傷があろうがなんだろうがなんだって構わないんですよ。うららが200円台で買えたっていうだけでも、もうアドが取れちゃっているのでね。春うららこそ何枚やってもいいカードだと思います。はい、次行きますか。続いての購入品がこちらですね。これブックオフテクノパーク桜のお店のやつですね。9月のブックオフクーポンが切れる直前にギリギリで駆け込んで使ったやつです。ビーステッド、バルドレイク、あとウリア、ナビエル、楽園追放なんでね、買ってきますね。使うんでしょうか。と、あともう一枚クーポンがあったんで、ハーピーの羽ぼうき買ってきます。この間新しくデッキ組もうかなと思って、ハーピー入れようかなと思ったら、ストックがなくなっていたので、愕然としました。全部使っちゃってましたね。というところで、50円でハーピー購入することができたので、ラッキーでございました。じゃあ次行きましょう。はい、こちらのセットが古市土浦で、1000円購入で300円引きクーポンを使って購入してきたセットですね。っていうことは、このカードたちは3割引きで全部買えちゃってるっていうことですね。貪欲な壺、シャドウグール、ブラパラー、ブラパラー、ゲートガーディアのパラー、と、ラビリンスウォールシャドウ、ラビリンスウォールシャドウと、あともう一枚いった。チューン、ジュミナイエルフの2機、ウルトラレア。これすごいいいね。380円の半額シール貼ってあります。
本当に古市さんね、このシール付きの緑だったり黄色だったり赤だったりのシールが付いているカードを割引してくれる制度がマジでやばいっすね。トゥーンジュミナイエルフ190円はやばいだろう。半額に値落ちしてるけど状態も全然悪くないです。この辺のゲートガーディアンパーツはこれからちょっとね組んでいこうかなと思っています。何枚いるかちょっと分かんなかったから、とりあえず全部2枚になるようにね今回買ってきてますね。でこっちの3枚は1000円のクーポンを使うために発数合わせでストレージから拾ってきたやつですけれども、いいタイミングでねゲートガーディアンのノーパラが入ってきたなっていう感じもありますし、裏パラのノーパラもね持ってなかったな、かっこいいなと思います。多分持ってないやつ。貪欲な通報は本当に欲しいカードが見当たらなかったんで適当に突っ込んでしまいました。はい、じゃあこれ最後のセットですね。イオンモールつくばの古市で購入してきたカードでございます。いや来たねこれ、バスターブレイダーのレリーフ308円、やばくないですか。これは値引きシール貼ってないけど308円で、これもね1000円以上の買い物で300円引きのクーポン使ってるんで、3割引きで買えるんだったら実質200円じゃんという気持ちで購入してきましたけど、やばいっすねこれ、すげーな。もうバチバチですよ。バチバチのバスブレレリーフ。これは大事にしまっておきたいと思います。でもって土浦で1枚しか購入しなかったシャドウグールをもう1枚。それからあとは全部ね、ゲートガーディアン関係のデッキパーツをストレージで購入してきた感じですね。はい、というわけで今週の購入品はこういった形でございました。引き続きいい感じの購入品がゲットできたら動画作っていきたいと思いますので、ご視聴いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。